はい、これもね、当時とした貴重な写真なんですけども、フェアレディ 240ZG のハイウェイパトロールカーですね。で、これは初代フェアレディ Z130 型は、それまでダットサンフェアレディ2000の後継車として開発され、1969年12月にリリースされました。で、クローズドボディの採用で、移住性、安全性が向上したフェアレディ Z は、高性能エンジンや4輪独立構造サスペンションなどより高所を施し、北米などの海外でも爆発的にヒットになったと。で、デビュー当初は 2.0 リットルのみに設定でしたが、2年後の1971年11月に 2.4 リットルエンジンを搭載した 240Z が登場し、搭載エンジンは国内向け輸出モデルと共通の 2.4、150馬力の 2.4 型で、240Z、115万円、240Z で135万円、240ZG 150万円の3タイプを用意と。で、シリーズ最上級となる 240ZG は、ロングノーズ、ヤロダイナノーズ、G ノーズ、オーバーフェンダー、リアスポイラーなどを設備し、空量特性の向上などに加わり、最高速度は日本車トップの210キロを誇ったと。で、この車は1972年、昭和47年3月から、神奈川県警高速、警察高速道路交通機動隊のパトロールカーとして活躍した 240ZG というのがあって、走行性走行距離は37万940キロに達し、パトカーならではの特別照射としてサイレンや赤色回転灯、ストップ機能付き速度計や無線機などを設備していた、車だったということなんですね。で、この 240ZG が後にその日産のところに車道返りした車という、ある意味そういう非常に運命的な奇跡的な車だったんですね。まあ大体そういうところに行ってしまう車っていうと、戻ってくるかっていうと、戻ってくる可能性っていうのは非常に、低いものになるんですが、まあそれはその中で唯一この車は戻ってきたという車でね、そういったところが非常にその運命的なものを感じる車で、非常に素晴らしいね、車であるなということを改めて思い起こさせる、そんな、まあ、車であるなというふうにこう思うね、スカイラインでしたという、スカイラインじゃない、そういうフィアリージェットだったっていうね、感じですね。でもなかなかこういう車ってのも、なんていうんですかね、いいですよね。こういう、なんて言うんだろうね。Z もね。で、こういう風に、これはもう当時の貴重な日本製のやつでね。当時ものの70年代、当時ものですよ。で、こういう風に内装もこうよくできていてね。なかなか良かったですね。こういうところなんか逆にこういう感じになるとまたいい味出してくるんだよね。こう塗装がこう、まあ、どんどん剥がれ落ちてきちゃってるんですけど、こういう風に塗装が剥がれ落ちてくる、この姿というか、そういったのも長い間、活躍していたんだろうなっていうところをこう感じさせる、そういう部分なんかもやはり私はこういうこの車の好きな、要因の次第ではあるなというふうに、思うねところでありますね、というところですね。というわけでどうもありがとうございました。